腕が見えた。ここは藤山、ただラスがスピードを取っている。人数有利は瀬戸チェーンナイフ。ラスがキルを取り返すも挟まれる形、負けない。横からのカバーを仕留めた。さらにキルは続くのか。ただスパイクが落ちてしまってるのでどうやって拾うかなんですよね。闇の HP は削られる。竹井が藤山を落としてダブルキル。おお、バリアオーブで塞いでメタルドアからの射線も追加している。それとって詰める。うわ、シーカー越しに竹井巻き放つとキルが続いている。武器差があるラウンド。ちょうど形を整え直そうと背を向けてしまいましたね。闇白蛇と残ってはいますが敵の位置がまだつかみづらい状態。あんならラズ武器奪いましたね。これサイト内の巻き場もなかなか顔は出してくれません。バリアーブが壊れた瞬間には横からレイター、前のプリック。ここは白蛇抑えていきます。ラズはちゃんと見に行くぞ。これクリアリング、銃口が見えている。見ているラズあれで全力って言って今キャラクターが喋ってましたけど、もしかして味方に向けて喋ってるセリフかもしれませんね竹陣さんやられてますよ。僕ヘッドショットしたんですけどねここで藤山のオペレーター当てていきます。当てていきますね。ノーセプション戦でもグラビティエル時間を稼ぐ。いや一番ありましたからね。スパイカメラは陽動でした。さらにはこのトキシックスクリーン、いつでも飛び出せるように準備しますねラズも。さらには中央、タケジェがオペレーター、いやバンダルに持ち替えている。これで相手がどの方向に何人いるのか今2人見つけましたね。スポーン側からのリテイクを狙っているぞ、ガホイ巻き場落としている。本日も打ち合いが非常に強い。いやタケジェのポジション重要ですね。対応した、ヘッドショット。いやここはタケジェ、おっとラズクロー勝ってるぞ。ワンオンツー残ったな藤山、武器がオペレーター。いやーうまいですねこのケージで、どこに移動したのかわからなくなりました。オペレーターということもありリテイクは苦しいか。腕が見えた、ここは壁抜きでした。そうですね、本当は倒しに行きたいけどオペレーターをセーブ。いや倒しに行きますねこれ。借りに行ってますね。ジャンピング、うまい、ラズが迫る、当てていく、当てていく。それがスカイであることも分かっているでしょう。そのまま B 側飛び込んでいきました。5対5でのリテイク。この B メインレイタとクロー車線が通っています。いやあそこの裏にスカイがいることは分かってないでしょうから。さらにはこのトキシックスクリーンがなかなか厄介です ね。これがあると攻めにくいですからね。さらには離婚、いやーうまい離婚、巻き場が抜いていく。ハンターズフューリーダブルキル、最後はレイタのブレイドストーム。詰める白蛇、レイタ落としている。ただこれラズがラークしてることに気づいてるか。メタルドア越し、アキムが対応した。その位置から 3-0-4 チャンス到来。巻き場の HP を残り少ない。ここだ、一応リグロースがあるのでおそらく巻き場の体力を回復させると思いますけどね。バイパーズピット、この A サイトのバイパーズピットかなり嫌ですね。タケジェのポジションは裏を取られない限りは横を取って戦えるいいポジションですね。さあここは中央、アキムが白蛇を起こしますが、そこにはタケジェ、アキムがカバー。サイト内クロート巻き場、巻き場の残り HP は22。ガンホイがクロー落としている。闇が巻き場を落としました。惜しかったラウンド。サイトへのエントリー、これは設置優先の、まあ、情報取りの進化ですね。レータのこのポジション、いやあの上に登るのを毎回使ってますけど脅威ですね。ちょうどトキシックスクリーンで見えないんですよね。見えないですね。ただレータから見えている。うん、藤山のオペレーター、ウッドドアからのオペレーターのリテイクというのは少し苦しそうに感じます。そうですね、奥まで詰められていたら逆に挟まれますからね。なおピークしてくるレーター、横からは巻き場、毒を消すわ。メタルドアからラズ、横にはあービー詰めてますよ。そしてガンホイのこの面白い位置、ここはラズが対応しました。さらにはニューラルセット、ビー詰めの位置がバレます。裏を取っていた白蛇、ラズを落としている。ただ死ぬ間際ニューラルセプト使いましたからね。
この位置、白蛇の腕が見えた。これ以上は進めないか。レータのオペレーターが行く手を阻む。お、ここで多分レータ見ましたね、今。サイト内、ウッドドア管理テイク。このポイズンクラウド、そしてガイディングライトの合わせ。マキバーがタイミングで出てきます。白蛇。おー、フロード。牛山、白蛇闇。遠距離での打ち合い、バンダルのヘッドショット。が、また先ほどのようにね、トキシックスクリーン、あとはリコンボルトとの組み合わせ次第では、一気に倒されてしまう可能性もありますから、かなりそこはケアしているでしょうね。トキシックスクリーンがないので、オペレーターの射線を阻むことができません。オペレーターは B バック。スポーンに対して射線を置いている形。トレイルブレイザー、オペレーターを視認しました。お、鳥を破壊した。さらにはコスミックディバイド、一瞬の隙狙われた。分かたれる前にレータが闇を落としている。さらにはガイディングライト飛び出してくる。竹地激しい打ち合い、お互い一時効果がついていくか。マキバルダブルキル、ガンホイ、あ、時間がないですね。ここはレータ抑えきりました。さらにはスパイクバッカー成功。ああ、爆風には巻き込まれてしまいましたが、人数差をものともせずしっかりラウンド取ることができています。中央のラズが落とされたとしても B サイト4人で守り抜くことに成功しました。まあオペレーターを持っているレイターをどう生かすかなんですよね。はい、うーん、リテイクの最中にこのロングレンジで一方的に倒されてしまうと、せっかくの有利な状態がイーブンになってしまいますし、なんならリテイクする側やっぱり不利ですからね。やはりオペレーターの車線が取っているというだけで脅威ですよね。はい、あ、ここはまたバイパーズピットですか。映画に対するバイパーズピット。ただこれもしかしたら強引にバイパーズピットの中攻め入るかもしれませんね。トレイルブレイザーシーカーもありますから、当然ラストラウンドなので切っていくことでしょう。ガンホイのジャッジ。ただここはバイパーズピットとは直接戦わず一度引く判断。さあ今 A 詰めてますね、この白蛇の動き。しかも今回は先ほどの反省を生かして大回りですが、大回りナイフを構えている竹地、落としていきました。これは美味しい。いや、ここには黒。いや、でもシーカーを持っている竹地を一方的に落としたのはでかいぞ。さあそしてオールドローをそのままダストボックスへ。ワンバーン、スリーオフォー、チャンスを作り出した藤山。さらには闇、レーダー落としている。中央からのリテイクも可能な状態。前半最終ラウンド。しわしましたが、2オン4。当然、巻きばっかりに行きますよね。ハンターズフィーリー。当たってる。さらに巻きばはキルを取っている。巻きばトリプルキル。バイパーズピットから顔を出し、強引にキルを取っていく。いや、でも体力ない。ガイディングライトは残り8秒。巻きばクロー。お互いがどこから来てもすぐカバー取れるような配置です。後ろから藤山ワンオンワン、ここはクローが取り切った。2オン4を覆しました。大きく HP が削られているのは瀬戸チェーンライフ。ファーストブラッドは藤山ラズ落としている。いや、これ裏からレイータが、なんならテイルウィンドもあるから強気に勝負できる。裏を警戒している闇だが、レイータの、いやー、レイータ強い。シェリフの火力、ここでテールインド、味方と合流します。レーターのこのしているか。シェリフが3本、マーシャルが1本。ガンホイのマーシャル、ガンホイも強いですね。ただラズも負けてはいません。強気にピークをしていきます。藤山、人数有利は瀬戸チェンライフ。ただどうでしょうね、スパイクを拾って、いやー、ラウンド差があるために体力5なので、これはスルーしますか。いや、素晴らしい。 HP が5ながらもシェリフ、いや、最適解でしたよね今の始まり。あえてスルーすることで相手の裏を取りました。体力がないからこそ正面で勝負しないように心がけた。さあマッチポイント、追い詰められた瀬戸チェンライフ。このラウンド瀬戸内エンライフはバイテイク意識高めかな。でもポジション的にはもしかしたら削ってから後ろに下がるっていうのを狙ってるかもしれません。さあ意を決して飛び込みます。すごく抜き、見えていないまま抜きました。さらにはこのスパイカメラ、サイト内は竹地。
そしてランスローこの位置ヘッドショット。いやー一バレてしまってる。いやダーツが藤山取り返す。ダブルキル。さあどうするこれ。しか切るしかないですもんね。ガイリングライト持ち込んでいく。残りスピン21。覆せるか。最後はクロー。いいですよね。動きこれか見合いますよ。ランスのガイリングライト直撃だ。さらにはシェリフのスモーク抜き。ファーストブラストはランス。ネイタもいます。いやクローが抜いていく。いやさらに抜く。白状重なったところゴーストダブルキル。人数差をイーブンに持っていった。さあこれで今ショートが中に入っているのを知っているので中2というのはバレているはずです。さあここはタレント破壊前目に詰めている。ガンホイ先で落としている。ワンオツこれはでかい。さらにはパラノイを使わせた。バースの HP も削られている。シェリフを拾いますがバースのワンオツジャンピーク1がバレる。ワンオワンたまらない。ここは白蛇チームを救う。なんかいいこういうショットの名称なんかないですかね。皆さんの意見を募集します。頭ゴツゴツショットとかですかね。レイター。いやーバレていない。いやー対応早い藤山。うん、なぜか全員シェリフで戦っている。バースのケアもできてる。いやー藤山何を見たのか。スポン側からクロー。時間がないので設置を止めることさえできればというところになりましたが、サイトクリアなんで時間使いすぎてるぞ。残り時間が少ないぞ。スパイキャリアサイトに飛び降りれていない。残り時間が足りない。これは一番恐れてた展開ですね。このラン、いやーバースがパラダイヤを構えている。しかもこれ誰もレイターを見ていない。いやー竹瀬クロー。サイト内まだ3人が生き残っている。飛び込んでいく藤山。おっと打ち勝っている戦闘チェーンライス。さらにはシーカーも吐かしている。残ったのはラゼ。A スタックを潰した。うん信用すべきはシェリフです。なんかそんな感じしましたよね。ここがちょっと判断迷う状ラウンドですけどね。削る動きのように見受けられます。ラゼ狙っている。解除に入っているラゼ。いやすごいプレッシャーだ。いや削る動きだがここはしゃがみある窮地。これあれ今踏みましたね。今 B メインプッシュしてますね。いやなぜタケジェイとキルが続いている。人とショートの合わせですか。タケジェイのエイム今止まりました。ブレイドストームテールウィンド。ここはラズガイディングライトと共に詰めていきます。いやー早いラウンドになりましたね。する人少ないですからね。さらにはスローですと刺さってしまうが当てていきますレーター。さらに追撃も当てていく。ヘブンからラズロカバー。残ったのは白蛇。顔を出してはくれないゼータディビジョン。出すしかないか。縛れましたね。圧がすごい。いやしかもちょうどアスラルフォーム入ったタイミングにショックボルトですよ。勝負するしかない白蛇。パーフェクトラウンド。しかもご丁寧にアルティメットしました。まあ通常の位置では対策されますからね。正解は分かれた。おーさらにコズミックリバイトで切りますか。ただ横から飛び出ている竹地コズミックリバイト前へディスミス。まあハンタースフューリー避けるしかなかったですからね。さらに反射されてもいいという判断でしょう。コズミックディバイドを抜けていきます。残り1名を狙っている。ガイディングライトでの中央のクリアリング。あえてこれで勝負しない。いやリコンからの壁抜き。この作戦ほんと強いですね。ここの壁抜きポジション抜けてきたところもラズがカバー。ガンフーがクローを落としますが左側には2人。人数が多いならこれは難しいシチュエーションだぞ。パワー切れた。一枚出る。体力もない。パラノイア当たってる。ワンオンツー闇。位置は分かってるんですけど、ここでワンオンワンにしてしまうとリスクがあるので、レイターの寄りを間に合わせたいですね。
いやー、リコーは上がっていますが、難しいシチュエーション。この角度、レイタカバーができないので、もう出てくるの。バースの駆け引きが重要です。正直もう、この位置の以上、バースは顔出す必要がないんですよね。階段上がってるかどうかを見ればいい。で、階段上がってるのが分かったら、レイタがカバーすればいい。頭一個。フリックショット、レイタ。これで足音は聞こえているはずです。ガイディングライト。いやー、また同じ動き。リコンに移っている状態。エイム勝負を望んでいるのは、おお、でも藤山強い。藤山打ち勝っていきます。ここまでだ。そしてライトバック、ここは B 側。相手が中央に人数をかけていると見りゃいないや、 B 側へのエントリー。これいい対応ですね。サイト奥のクリアリング、ただ中央闇が落とされる。そしてここでハンターズフィリー、藤山が落とされる。まだ完璧。さらにはシーカーと合わせたリーテイク。 B メインのアキム。さあ、このブレイズだけだとどこにいるかわからないので、メインを見に行く必要がありますね。いやー、いい位置にいるんですが、ブレイズが切れたタイミング、クローは残しません。しかもあとはタイミング合わせてリコンを打つだけ。詰める白蛇。リコンを打った。横からバース、トリプルピーク。バースの順バレてますね。バースのダブルキル。丁寧なリテイクでしたね。ただ藤山がここはオペレーターを所持しています。腕が見えたか。これはオペレーターの存在がバレちまう。いやー、しかも引かない。むしろ 引いているというタイミングを予測しての勝負でしたかね。A 側でロックダウンを吐きますが、ここはガイディングライト。B 寄るところを白蛇が狙いますが、11交換 A メインから竹地。いや、ロックダウンは壊していないぞ。これは食らってしまってもいいだろうという判断ですね。中で2人が抑えてショート入らせないようにできています。ここは早めの B スイッチといきたいところですが、アキムの HP は残り33。フロムザシャドウのバース、しかも今見ましたね。 B メインにはラズ。しかもあとはタイミングを見て、足音が聞こえたらガイディングライトで捕まえるだけ。中央キルを取って、アキム B 面に進行した時にはガイディングライト直撃だ。後ろは食らってない。ラズが止め切った。やってくれるね。このラウンドクアド迫りますね。さあ、頭上をかすめるショックボルト、ゆっくりと方を進めるラズ。そして A 面は藤山、強気に勝負。いやー、これ藤山うまいですね。テールウィンド温存できましたよ。相手の A 面進行を許しません。そしてヘイショート、アキムのカンボール、ガングライダー。さらに、よくはねか、レーターの見えていないままのシェリフ、ダブルキル。これキルトレードイーブン。あとはラズのラークですが、ここでタレットガンショート効いた。ガンホイが落とされる。こうなると、B スイッチを目論むクロー。 B か A かが難しくなりますが、完全に取れてますからね。 B サイトの中ではバースが置き去りにされました。やったぞ。ここはバースを落とした闇。ただワンオンセル動きになりますでしょうか。ガイディングライトを構えているラズ。いいフリックエイム。これ腹のヤクラタいないぞ。うん、でも勝った。負けない。うわー、なんならリコンデータのエントリー。武器もゲット。カーボールはクラウドバーストで受けていました。いや、止まりません、レーター。おっと、これはさすがに倒されましたね。ただ結果的には2オン4。そして竹地へのこの位置、ここで今度は竹地がこの位置取りに来るっていうのが脅威ですよね。いや、強引に降りていきましたが、ほい。うん、カバー取られる。お、竹地、なるほど。残ったのは闇だよね。瀬戸内エンライフはここバイラウンドで落としてしまって、さらに倒される。それかガーデン潰しで使ってしまうかのどちらかでしょうね。ヘブンをヘッドショット。いやー、これスモーク屋が落ちたの痛いぞ。ショート藤山の HP は削られている。さらにはアキム HP が削られます。レイターブレードストーム、Bリンク倒しましたね。藤山体力がないですね。闇が竹地へ落としている。ヘイショット、ガイディングライト、勝負を仕掛けるラズ。
クロード判断フィリー後ろからどうだ、なんとかどうした藤山ダブルキル、ただワンオーツ残り SP は10。いや絶対絶命だ、テルイのそこにはショックボルト、ショックボルト。それでも勝ってしまいますか、任せとけ。いや苦しいですね、ゆえさんこの武器。いやーガーディアン